はい、どうも、うなぎです。本日は、スプラトゥーンのフェスの投票をしていこうかなと思いまして、もう見た目でわかるでしょ、みんな。俺のチーム。もうね、クマ好きなんですよ。僕は。クマ。もう見た目からクマを前面に出してるんだけど、そうですね、一応見とこうか。心変わりするかもしれないし。ひよこチーム、こうさぎチーム、こぐまチーム。みんなはどのチームにしますか？いや、なんかさ、見た目さ、クマじゃん、ほんとに。やっぱクマ。クマに愛されてんのよな。うちの猫ちゃんさ、ピカさんっての飼ってるんだけどさ、ピカさんちょっと子グマっぽい見た目してて、ヒグマのね、ちっちゃい子グマみたいな感じなんよ。だからクマにしようかなと思ってたんだけど、ちょっと見た目もクマっぽいじゃん。俺って。だから、もう決める。もういいや。うん、分かってるでしょ、みんな。クマに。あー、でもどうしよう。どうしよう。あー、どうしよう。どうしようかな。クマ！クマです！もう悩む時間ももったいないと思いました。僕はクマにしました。せっかくだから着替えてこようかな。はい、着替えてきました。クマチームに投票してきました。見た目がですね、クラゲの見た目とちょっと似てるので、あと、クラゲのアロハシャツには俺のインクの色似てるし、髪の毛似てるし、兄弟みたいな。僕たち兄弟みたいになってるけど、関係ありません。潰します。うら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 。うら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 。うわぁ、うさぎチームの、なんか看板あるし、こっちにもうさぎいっぱいいる。うさぎ人気かもなぁ。これ。ほら、うさぎ人気だ。クマあんまいないかも。ほら、うさぎばっか。ねえ、タペストリーウサギ何これ、プイプイモルカーがいる。プイプイモルカーと鮭が可愛い。でもうまいな、みんな絵描くのがな。クマいない、クマ。コザコハもういないじゃん。コグマがいないよ。マジで誰もいない。クマいた。いた、ここにコグマ派いた。唯一のコグマ派いた。俺とこれで一緒だ。うん、少ないよね、子グマ派。俺と、クマさんしかいないので、頑張りたいと思います。もうなんならもう今、鮭に食われちゃってるし。俺たち頑張ろう。クマ派で。頑張ろうな。